党員後は中華民国の軍人、政治家、教育者。賛成派の軍人で、後に国民革命軍に加わる。日中戦争では、河北省方面で転戦した。自は当県。国立高渉陸軍小学、陸軍第一予備学校を卒業後、1916年8月に、保定陸軍軍艦学校第五期生として入学した。 1918年9月に卒業し、三成省で学兵団連長として任につく。以後、三成特軍校所参謀、大元国民師範学校軍訓副主任、三成陸軍大衆団団長などを歴任した。1926年夏、国民軍との戦いで負傷し、一時辞職して郷里に戻っている。その後、傷の癒えた。 張陰吾は共同男子軍艦として復帰した。山西と徳遠釈山が国民革命軍に駅死した後の1927年9月、張は国民革命軍北方軍第7軍、副軍長兼左次軍前敵総指揮に抜擢され、北伐に参加している。翌年3月、国民政府軍事委員会委員も兼任し、6月には北平警備司令となった。10月、 第四十二支支長となり、1929年6月には、北平特別支支長に起用された。1930年の中原大戦に際しては、藩省解析側についた、円釈山廃下として、長院後は、大支祖寺葬式を務めたが、藩将軍敗北とともに、縁に従い割りも下野した。その後、長は帰郷し、北平で四有中学を創設し自ら校長と、 なっている。1932年2月、三省省政府に復帰し、進水軍事整理委員会常務委員権、軍艦共同団団長に任命された。1934年11月、河北省政府委員に任ぜられ、県政建設研究委員,委員長も兼任した。1936年1月、陸軍中将の位を授与されている。1937年に、 日中戦争が勃発すると、調印後は、軍事委員会委員、長穂貞幸恵民君主所長に任せられ、同年11月、河北民団総指揮として、ゲリラ戦を担当した。翌年6月、河北省政府委員に復帰し、9月に、同省政府民政調庁長を兼任している。その後も、軍事委員会中上高参、中国国民党中央訓練団。 統制訓練班指導員、被殺選区総参議権選区統制委員会、副主任委員、監縮省立、危険市範学校校長を歴任した。1943年2月、三民主義青年団、第一期中央観察会観察に選出された。なお戦時中には、いわゆる、曲線救国の容認を主張したとされる。戦後に、調印後は、 平館鉄路北段守モルジ司令に任せられたが、間もなく辞任し、四アアリ中学校長に復帰した。その後も、政権、雪のりの国民大会で代表に当選している。中国人民解放軍へ、北平が解除された後の1949年2月、長は、下北民衆自給会を組織して、国民党側への北平奪還を図ったが、失敗に終わり捕虜とされた。 同年5月27日、北平でそのまま獄死した。去年59、ありがとうございます。